本当に雑談でいい。マジで何も考えずに話すぐらいでいい、はい、でちょっと就活生にあこれは知っておけばよかったとかやっておけばよかったみたいなのがあったらまあちょっと話すぐらい。もうこれはないものだと思って、はい、オクラちゃんとただ雑談するだけ。もう本当にただ雑談するだけで大丈夫。ああ一番不安。なんかお菓子とかいる？大丈夫。緊張しちゃう。じゃあ行きますか。一度も遊ばなかったんですよね、3ヶ月間ぐらい、全部暗記してるぐらい。マジですごいね、分かってた。それで言うと、えって言ってこう尊敬してくれたりとか。どうもシュです、こんにちは。どうも、オクラです、こんにちは。はい、今日はダイアリーメンバーの宮下ゆかちゃんに来てもらって就活の体験談をお聞きしていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆかちゃんは、まあ、1年ぐらいインターンしてるんですけど、はい、就活4年生の、8月末、まあ、9月頃に就活を終えてっていうことで、はい、結構長めにされてたっていうところと、そうですね、最初1個内定出たけどそこにまあ納得できなくてもう1回就活やろうっていうところで3ヶ月間、まあ、全く遊ばずに就活をもう1回してゆかちゃんが一番行きたかったところに内定して、今大学生活を送ってるという方です、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。日本大学4年生の宮下ゆかです。1年ぐらい前から順大よりチャンネルの動画に出させてもらって、私の就活のことについて少しでも皆さんに還元できたらいいなと思ってます。ぜひ見てください。お願いします。お願いします。お願いします。動画内でゆかちゃんの通るようになった ES っていうのをなんとプレゼントしてもらえるっていうことになったので、概要欄からぜひチェックしてみてください。でもゆかちゃんって大学受験っていうよりはエスカレーターだもんね。あ、そうです、そうです、めちゃくちゃエスカレーター。じゃあいわゆるその受験とか就活みたいなのは頑張ったの初めてみたいな。人生で部活とかピアノとかは全然やってたんですけど、うん、勉強系、うんうん、はいはい、ビジネス系っていうか初めてでした。普通もう一度も遊ばなかったんですよね、3ヶ月間ぐらい、誰とも遊ばずに過ごして、なんかその遊ばないのが普通になっちゃってたので、3ヶ月間ぐらい集中して、そうです、辛くなかったんですけど、うん、終わってから、うん、もうなんか地獄だったな、二度と思ったくない。具体的にどう大変だったの？大変だった理由、うん、あれだよね、結構4年の終わりぐらいだったの？そうです。だってインターンもしてたじゃん。してました。インターン以外の時間はずっと就活してました、ね、うん、へー、え、具体的にさ、俺も就活してた時さ、就活って何時間使えるか分かんなくて、はい、やらなきゃみたいな気持ちばっか先行してたんだけど、何したの具体的に？企業研究かもしれないですね。調べたりとか。そうです。へー、企業研究が一番してました。正直大手に行きたくて、うん、ずっと言ってたよね。もうとにかく大手に行きたくて、うん、まあ、学歴が高い人とかでベンチャーならめちゃくちゃすごいいいと思うんですけども、頭いいことが証明された上のベンチャーはいいと思うんですけど、ちょっと分からんでもない。私は日大でベンチャー企業に行ったら、分かんない、ベンチャー企業を否定するわけではないんですけど、うんうんうん、そのなんだろう、なんか仕事がない気がして、あ、そのステータス的な感じ。ステータス、そうそうですね、なんか転職もできないし、なんか慶応からベンチャーだったらそんなことはない、絶対転職できるんですけど、うん、日大からなんもない企業に入ったら、うん、転職できないなとか、はいはいはい、いろいろ考えてて、で大手に行きたいって思ったからね。そうですね。でそれで一回ベンチャーの内定取ったじゃん、早めから。はい、一旦は終わったけど、もう一回やろうってやったのは、ね、なんでなの？やっぱどうしても大手に行きたかった。でもそれリアルだよね。でも大手に行きたいって思って頑張ってた時は、うん、本当にどこも受かんなかったんですけど、うんうん、3次面接とかでやっぱり落ちちゃって。へー、あ、3次面接は逆に行くんだね。3次からはやっぱりすごい志望度とかちゃんとその企業の研究がこなされてるなっていうのがすごい問われるなって感じました。そうね、最終手前とかだもんね、3次だったら。そうですね、ほぼもう最終で大手に行きたいっていう気持ちが先行した時は受からなかったけど、なんかどう変えたとかあるの？本当にその企業に行きたいとか、うん、その業界に行きたいって考えた時に初めて通りました、うん、なるほどね、はい、つまりあのカテゴリーとか大手に行きたいっていう気持ちっていうよりは、はい、この企業が好きだから行きたいとか。そうですね、個別具体にフォーカスはあったり、ね、仕事内容とかに共感してたりとか、はい、そのビジネスモデルとかに共感してたりみたいな、うん、だってさ、はい、前からずっと行きたいって言ってた企業に最終的には分かったもんね。そうですね、すごいよねそれ。いやでもなんで泣いていただけたかってやっぱ考えると、企業研究はめちゃくちゃした、企業研究をたくさんしたと思って、
きます。具体的に 何をどう研究したの？まずなんか私はあまり効率がいいタイプではないので、すごい時間をかけてやるタイプなんですけど、資料とか新卒採用ホームページは全部どこに何がどんな内容が書いてあってどんな文章が書いてあるのかを全部暗記してるぐらい、マジですごい分かってたし、ホームページとかもいろいろ分かったし、その業界とか受けてる業界に対する知らない単語とかはまあ当たり前だけどほぼない、結構難しい単語とかあるんですけどほぼないみたいな感じで、そうすると自然にこの業界の人はこんな感じの人柄なのかなとか、こういう単語とか言葉の言い回しとかが合ってるのかなとかが文章読んでて分かるようになってきて、それが面接で出るとやっぱり伝わったりとか、あ、この子ちゃんと分かってるなみたいな。そうですね。でもなんか本当に何も考えずに企業のことをずっと調べてで、こんなんで企業研究できてるのかなってずっと思ってたんですけど、池田さんいるじゃないですか、池田さんになんか企業研究に関してはめっちゃ学生めっちゃ見てるけど、ほんと見たことないって言ったらあれだけど、今まで見た中で一番してたねぐらいなこと言っていただけたので、本当に頑張ってたのかなって思います。涙出そう。未来者と未来者と未来者と涙出そう。すごくないですか？確かに本当に頑張りました。だって全部の企業でできなくない、はい、絶対それで行きたいと思ったから、ね、で結構私はやっぱあまり効率がいいタイプじゃないので50社すごい受けて全部今回の面接はこう、今回の面接こうってできるタイプじゃないので、うん、地図なんだね、一点突破業界とか企業とかは絞って、てたので時間がいっぱい費やせたっていうのがありますね。え、それはなんかどうやって絞ったの？そもそもなんで行きたい企業とか業界とか絞れたの？もともと結構受けてて、で2次とかで落ちてしまっていて、で落ちてるたびに自分もちょっと違うなって思って、なんでやってないんだろうなって考える。受ける中で自分が合う業界と合わない業界とかが分かってきたんだ。あ、そうですね。で最終的にざっくりまあ金融業界に絞って勉強をして、はい、そうですね、受かったって感じで、じゃあ面接しながら自己分析してったって感じだね。あ、そうですね。すごいね、だから逆に長くなっちゃったんですよね。うん、ES はもう日大なのに書くで落ちないぐらいのものは書けるようになってて、でもなんかどうやって ES を書くで落ちないぐらいにはみたいな言ってたじゃん。それ なんで、まあ、ES はもうコツだからやればやるだけやるほどできる、やればやるほどのできるんだ ES って。通過率はめっちゃ上がった。え、もう100でした。100だったんだ、すごくね、はい、あ、でも、もう総合商社みたいな感じの企業とかは受けてないです、もちろん。あ、なるほどね。え、でも100発100中だったんだ。そうですね、まあ、話分かりにくくなっちゃうんですけど、うん、どちらかというと、うん、ずっとほぼ2割ぐらいしか通らなくて、うん、全然通らないなっていう期間が続いたけど、一時を境にほぼ 100% 通るようになったみたいな感じ。どう変わったの、それは。変わったきっかけは、うん、2つ2点あって、いやいや、2点あって、まあ、1つ目は、うん、一番大きかったのはやはり先輩に添削してもらったことが、はいはいはい、え、誰にしてもらったの？あ、池田さんです。池田さんすげえ。インターン先の先輩に添削してもらって、でそこで日系の大手に通過できるような ES がこういう書き方なんだなっていうのを学んで、具体的にどういう書き方するしてたの？書き方はもう完全に構成が決まってて、はいはいはい、例えば結論みたいな。あ、そうですそうですそうです。完全に構成が決まってて、結論、理由、具体例な感じで決まってて、かつ一文字も無駄な言葉は作らないないでね、とかはすごく意識してたりとか、それやってからめっちゃ上がったんだ。そうですね、それはすごく上がりました。あともう一つが、うん、自分でも覚えてる瞬間がすごく倍率の高い大手さんの企業のすごく作り込まれて考えて作ったんだろうなっていうような ES を初めて、同級生の子がもう私遅かったので、うん、結構周りの方が終わってる方が多かったので、うんうん、こんな感じでやってたよっていうのを見せてくれた時に、うん、その方のイエスがとてつもなく分かりやすくて、熱意がこもっててかつ具体的で分かりやすくて、これが真に通るイエスなんだって思ってから一度も落ちてない。それに感銘を受けて真似したというか参考にしたってこと？
そうですね、書いてる内容は全く違うんですけど、うん、なんか私か結構論理的じゃなくて直感で考えるタイプだからあれなんですけど、うん、言葉の雰囲気とか、うん、文章の雰囲気、うん、文章から出てるなんかオーラ、うん、オーラっていうイメージみたいなものが、うん、あこういうものなんだみたいな、じゃあ本物を見ることによって、そうですね、そこであうちの家図通るわけないやって思って、ちなみに、はい、それって残ってたりしないですか？あ、残ってますよ。え、残ってるけど、ちょっと私の先輩なので、あ、私の同級生の、あの、おゆかが作った ES 残ってない、うん、見せたくない、そう、完成形を、うん、もうその個人的すぎるところ省いて、はい、ちょっとこう、だけどその辛かったってさっき言ってたけど、はい、でもそんなに辛くてもやっぱ絶対やってよかったって思うよ。え、もう1億5万パーセントやってよかったって思ってて、そう、3ヶ月の期間含めてね、思った理由が、自分の行きたい企業に就職先が決まってる時のこの大学生の遊ぶ期間の充実度ってすごくて、不安な企業に決まって出て遊ぶのと、うん、本当に行きたいって思ってる企業に決まってて遊ぶのの心持ちって絶対違うと思うんですよね。多分天と地の差があると思うんですよ。今こんな幸せに毎日楽しく過ごせてるのも、うん、きっと就活頑張ったからなのかなって思うし、 あと、まあこれは私がこだわってた大手に行きたいっていうところなんですけど、頑張ってよかったなって思ったのは、やっぱりおばあちゃんとかが本当におばあちゃん界隈の人に自慢してくれたりとか、おばあちゃん界隈、そうそう、やっぱりそう、あのおばあちゃん界隈ってみんな知ってるから、すごいね、お孫さんとか言っておばあちゃんが喜んでくれたりとか、後輩とかも、え、就活決まってんのどこどことか結構みんな聞いてくるんですよね。それで言うと、あの、え、ってこう尊敬してくれたりとか、他者からのってなっちゃうんですけど、やっぱり頑張ってよかったなってね、嬉しいなって、単純に。でもよくスタートアップでインターンしてたね。そうですね、真逆の思考性だよね。もう一つスタートアップに行く人の特徴っていうか、うん、こういう人が活躍できるんだろうなって思うのは、うん、スタートアップってもういろんなことをやらせてもらえるじゃないですか、うん、でいろんなことで成果を残せてる人がすごい活躍してどんどん上がっていく場所だと思うんですけど、はいはい、兼業だよね、はい、でもその私私は多分こういろんなことやってると全部中途半端になっちゃって、うん、多分他の方々より成果とか残せないんですけど、うん、割と一個のことにこう集中していろいろな方で分担されてる中で一つのことを集中してやるっていうのが向いてるので、うん、成果が出せやすいかなって思いますね。今のゆかちゃんが就活を頑張ってる時の自分、はい、ずっと頑張ってて結構ギリギリまでってなってる時の自分に、はい、今から声をかけてあげるとしたら、確かにどういう、2つあって、うん、1つはやっぱり業界絞りすぎてたので、うん、例えば IT だったら IT 業界が絶対私には合ってて、うん、なんで IT じゃなきゃいけないのかってよく分かんないし、そんなによく分かんないのに多分私は IT じゃなきゃダメなんだって思ってその理由を探してたんですけど、もうちょっと視野を広く持って他の業界も見た方がいいな、幅広く受けてみたらいいなって思うのと、あともう一点は結局考えてばっかりで、うん、ES とかもなかなかなんか手を動かさせなかった気がして、うん、考えてばっかりじゃなくて、うん、書いてみて、うん、応募してみて、うん、それで何がダメだったのかは気をつけて、うん、とにかく行動するっていうのが良かったってこと、はい、そうですね、なんか自分の中ではその考えてることが行動してたつもりで、もっと実際に受けてみたりとかしてたらよかったなと思いますね、うん、そしたらもう少し早く就活が終わったのかなとか思いますね、うん、じゃあ最後に今頑張ってる就活生とか、はい、大学1、2年生とかにメッセージというか応援コメント的なものをいただいてもいいですか？受験って全員が人生かけて全く遊ばずに1年間2年間死ぬほど頑張ると思うんですけど、就活って割とそうじゃない気がしてて、もちろん頑張ってる人もいるけど、本当に頑張ってる人って結構受験に比べたら圧倒的に少ないなと思ってるので、努力したら確実に結果出せる活動だと思うんですよね。
だから自分に自信ないよとか、私どうせ結果出せないんだよねこういう時っていう人でも頑張れば確実に出せると私は思ってますね。諦めないで頑張ってほしいです。ありがとうございます。はい、ということで今日はゆかちゃんにあの就活体験談を聞いたんですけど、はい、少しでも参考になったなと思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。ゆかちゃんありがとうございました。ありがとうございました。ちなみにプレゼント本当に無理、ES のもう使ったやつとか全然通れなかった時のも残ってるんだったら参考に視聴者さんにプレゼント参考になる。ゆかちゃんから就活失敗してた頃の、 あの ES と通るようになった ES を視聴者さんにプレゼントしていただけるということで下の概要欄から全員にプレゼントできるのでチェックしていただけたらなと思います。ということで、はい、あのゆかちゃんに本日は、就活体験談をお聞きしました。よかったと思う方はチャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。